ングに上げています。ヒョードルです。第6試合ワールドタイトル無差別級トーナメント1回戦5分3ラウンドを行います。青コーナー191センチ、 102.2キログラム、 チームドラゴン、柳沢龍心。柳沢龍志です。赤コーナー182センチ、 102.9キログラム、 リグスロシア、エメリアエンコ、ヒョードル。二冠王者となるかエメリアエンコ、ヒョードル、1回戦です。さあアブソリュート、無差別級のトーナメント1回戦3つ目の試合です。ヘビー級のチャンピオンが出てまいりました。相手はこの龍志、柳沢龍志であります。どういう戦いになりますでしょうね。そうですね、まあ、今やですね、あのリングス名実ともに最強の男ですからね、ヒョードル、はい、その立ってほしい、本当寝てほしいですけど、ただあの柳沢選手やはりストライカーですからね、はい、打撃得意ですから、あのヒョードル打ち合ってくれると思うんですよね、はいはい、そこにチャンスがあると思いますね。さあ日本の誇る大型フリーファイター柳沢龍志、どういう打ち合いを見せますでしょうか。強烈、いい音した、いい音ですね。バランスを崩しました。ヒョードルすぐに立て直しています。中に入ってまいりました。バックステップ、倒れない、倒れないよ。かわそうとしたんですが突っかかってまいりました。そしてスモントスープですか、いや投げです。うまく相手を足をかけながら、多少しながらテイクダウンに成功しています。速い動きを見せます。ヒョードル、この辺がヒョードル慣れてるところなんですよ ね、 そうですね。先ほどのトンコフとその柔道出身のようと違いますよね。違いますよね、はい、また慣れが早いですね、この人ね、はい、足をもうすでにこじれようとしています。バックマウントですね。おっとスイーパーか、これも速いのか。顎を持ってまず右に1回寄せました。今度は揺さぶって左へ、もう左がかかろうとしています。もう1回右にねじりながら回り込んできました。これどうですか、どうですか。いやまだ大丈夫ですね。肩脇から右の腕を回していきます。そして肩固めでいきますね。あそうですね、肩固めにまだ、はい、あマウントの状態をキープしました。まず体勢立て直してですね、はい、しかし落ち着いてますね。落ち着いてますね。あまりダメと思うなら決して無理はしません。違う状況を模索していきます。ヒョードルはここからあのボディパンチを非常にうまく使いますからね、はいはい、ヒョードルが負けたのは工作にドクターストップ負けというのがあります、まあ、あれはアクシデントに近いですからね、はい、負けに数えるのも何かと思いますけれども、まあ、とにかく強さを発揮しているヒョードル。まだ肩固めか、いや、まっこいいですね、ヒョードル。粘着性がありますよね、体にね、ベタッというね、はい、そうですね、本当相手にひっちりいきますね、張り付いていきます。順にいきます。さあ逆に上を取りました。さあ柳沢いいポジションになりかけています。上背では柳沢が勝っています。まだアームガードされていますが左に膝を立てました。柳沢選手のファールですからね、ボディとのパンチを打てる、はい、暴れてサウンド、あーもう立ってしまいました。バネがあります、全身のバネ。ヒョードル、ものすごい音を響かせています。ヒョードルはですね、そのヘビー級の決勝戦ボビーホフマンだったんですが、ボビーホフマンが棄権を申してまして、結局不戦勝。まああのままやっても実際戦っても、ヒョードルがいたであろうなという感じに思わせました。アキレス腱固め、いやこれあのここからですね、足首固め返すの柳沢選手得意パターンなんですよ。はい、取りかけてますね、チャンスですよ。まずいと見たのかヒョードルが先にほどきまして体勢を入れ替えました。首取った、首取った、ただ不十分ですね。首引っ掛けてます。足離しよ、足離しよ。非常に速い動きを展開しています。柔道三宝をベースにしています。違うんでしょう、このヒョードルと同じように柔道三宝をベースにしてるんですけど、やっぱりグランドコントロールですね、相手をコントロールする力ですとか、まあ、やっぱポジションとしては知ってますよね、はい、
か財源をしっかりできると思うんですね。リングスのロシア、ウクライナ共和国出身なんですが、ヒョードル、もうすでに実力を開花させています。そしてスタミナもこの人持ってるんですよね。そうですね、はい、まさに万能タイプです。打撃こそそれほど残り時間1分けれども、相手に打撃をかけられてもそれを防ぐ対処の仕方は持っています。あ、またバックを取った、またバック取った、バック取った、まだ不十分ですね。まだ不十分、はい、不十分ですね。今柳沢はちらっと視界の端にボトムロープを視界に入れています。でもちょっとこうなりますと届くなります。まだかかっていません。まだ大丈夫です、はい、あ、これで解けますね。まだしかし諦めません。フェイスロックをかけたまんま先に立ち上がりましたヒョードル。あとヒョードルのいいところはですね、あの全局面でとにかく攻めるということですね。あ、それありますね、もうどんな体勢かとパンチ打ってたりですね、あのこうやってポジション取りに行ったりとかですね、はい、もう全て の局面で攻めるんですよね。あの引いた体勢というのは見せませんよね、はい、ですからこう見ていても非常にこう前に乗り出してしまうようなそんな戦いをしてくれます。第1ラウンド終了しました。両者ともロストポイントはありませんが、攻めてたのはヒョードルでしたね。そうですね、柳さんが映りました。柳さん、改めてヒョードルっていうのはこういう選手なのかという、はい、相手の実力をね、肌を持って、感じているのではないでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと首ひねってましたね今、うん、終わったところで、はい、自分があの戦う前に想定していた実力とはちょっとだいぶ違うのかもしれませんね。ただあのスタンドでですね、やはりあのヒョードル打ち合ってくれる可能性があるので、はい、あのダイブで行った方がいいと思いますね。トーナメントルールは再三ご紹介していますが、5分3ラウンド制です。インターバルは1分、タップアウト、ノックアウト、それからテクニカルノックアウト、ポイントアウト、ファールによる失格判定があります。これは勝敗の決定以上の方法があります。でポイント制なんですが、マイナス3ポイントでポイントアウト負けになります。ロープエスケープマイナス1ポイント、ダウンもマイナス1ポイントです。3ポイント目が負けです。ラウンドを通してこのポイントは累計されていきます、加算されていきます。外から下げてくるからね。これもあの先ほど熊本さんが、はい、先に自分が言ってる攻撃的なね、強度の現れでありましょう。グイ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 押していきます。引き出しました、引き出しました。コーナーに引き込んでいった柳沢を引きずり出したという感じの強度乗りかかっていきます。それでやはりこう柔道だけでなくてですね、裸のレスリングも知ってるということですよね、はい、そうですよね、レスリング知ってますよね、はい。ボディパンチの使い方がうまいんですよね、はい、スタンディングの打撃ということではほとんどできないでしょうか。いや、そんなことないです。スタンディングもできます。うまいです、はい、この試合ではまだそれを見せていません。相手の体を伸ばしておいて上の方に乗ってきました。腕十字抜けたか、あ、抜けましたね。これはうまく返しましたね。いや、取れないと思ったからですね、すぐ諦めたんですね。諦めたんですか、はい、無駄な力を使わないということですね。その辺の計算高さもこれ立派なもんですよね、はい、ダメだと思ったらアクション、その余分な力は使いません。足首いけますね。これ柳さんです。得意なんですよ、はい、うまく取りかけています。あ、自分でひねりを取りました。回転しながら転がりながらそれを取りまして、今度は自分の体勢に持っていきます。サイドか、サイドか、取りました、いきましたね、あ、はい、取りましたね。さあ腹に自分の膝を置いておいて右のパンチを浴びせていきます。この膝をですね、はい、相手の胃のあたりに置くのは、ニーインザベリーっていう柔術のポジションなんですけども、そういうのも知ってますからね、はい、今までのこうロシアのサンビストってもうこういう柔術的なポジショニングを知らなかったんですけども、はい、この世代はもうみんな知ってますね。自然にもうその体勢になっています。もう染み込んでいるんでしょう。かなりこれ練習の上でも普段からこういうことやってますよね。そうですね。しかもこれ結構長いキャリアやってるんではないでしょうか。うまく反転成功です。ここから柳沢はどういうふうに攻め込んでいきますか。まずはパスを見たいところですが、柳沢選手ですね、やはり
あのパンチ力ありますから、はい、あのまずボディにパンチ力で嫌がらせして、あの相手のスタミナを奪っていくというのがまず先決だと思いますね。おっと、今すごい返し方ですね。飛ばされました今。すごいバネですね。本当バネですねあれは。あの腰ですよね、バーンと跳ね上げまして、靴はあれでひっくり返らないですよね。普通はああいう感じで。3分経過。3ミニッツパス。このヒョードルすごい体をしています。あの決してですね、このシルエットが鋭角で張り上がった筋肉ではないんですけども、はい、ナチュラルボディ、そうです、ねね、これロシアの特徴ですよね、はい、アタイフなんかもそうですね、はいはい、また、柳沢の顔を引きずり起こそうという、あ、首があったか、まだ大丈夫ですね。腕を中に入れてきました柳沢、ディフェンスに回っています。まあ、十字に行きますね、ヒョードル、はいはい、おっと足を押さえながら、あ、逆に切り返す、切り返す、これはチャンスですよ。さあこれはピンチが一転して逆転、チャンスになっていきます。腕が伸びた、ダメです、はい、今の柳さんうまかったですね。そうですね、今いい体勢でしたね、はいはい、これは攻め込んでいたヒョードルもドキッとしたのではないでしょうか。そうでしょうね。残り時間1分。ヒョードルもですね、その前の自分が入っていた腕十字、はい、あれ面白い入り方しましたよね。こう相手の顔を押しつぶするようなそんな感じの入り方を確かしていたと思います、まあ、腕十字なんかあのスピードで早くスパンと入れるなら入っちゃった方がいいんでしょうね。早くいい体勢に、そうですね、まあ、するという意味でも、はい、またチャンスを改めて作っていきます。残りが20秒になりました。第2ラウンド、この試合は熊本さん早いですね。そういうのがね、はい、時計がどんどん過ぎていきます。2人ともよく動いてますからね、はい、常にアグレッシブなヒョードル、それを受けます柳沢、チャンスを待っています。第2ラウンド終了です。5分3ラウンド制です。2ラウンドまで過ぎ去りました。2人のウエイトは 0.7 キロ差、重たいのはヒョードルです。ほとんど一緒でも 102.9 キロ、 102.2 キロ、まあ無差別級にしてはもう全く差がないと言ってもいいですよね、はい、この2人は ね、力も拮抗しているようです。ただしかしその流れ的には攻め込んでいるのはヒョードルの方が常にアグレッシブに戦っているようです。どうですか今のポイントは、どちらにあえて与えるならば振り分けそうですか。そうですね、あえて言うならヒョードルですね。柳沢選手もあの十字や取りを取りかけましたし、はい、アグレッシブに攻めてるんで、はい、まあ、あの互角と見ていいんじゃないですかね。新しいルールはオフィシャルルールとこのトーナメントルールほとんど一緒です、ただ大きく違うのが、はい、ジャッジによる判定にあったときにトーナメントの応戦の方は、マストシステム採用、つまりこれあの必ず、どちらかにポイントを振り分けるという意味なんですが、必ずポイント差ができます。つまりどちらかが次のセミファイナルの敵人間となります。ミロスレートは今の当たってはいませんよね、完全にね、はい、押し倒したような格好になりました。プッシュ気味だったんですが、しかもでもその後ダウンを奪っています。テイクダウンを奪っています。ちょっと意表を突く攻撃だったんですね、柳沢選手してみれば。柳沢選手もちょっと力を後ろに持っていったところなんでしょう、かわし気味になったんで、倒れ込んでしまいました柳沢。ヒョードルしかしいろんなことやりますね。そうですね、ただあのこうグラウンドの決めがですね、スリーパーと腕十字しか今のところ見せてないんですよね。あ、確かに、はい、ちょっとワンパターンなんで読まれてますよね。あは、体を半分生かしましてパンチを繰り出していきます。ヒョードルの今までのですね、決まりフィニッシュホールドはやっぱり腕試技ですね、はい、あと判定勝ちという結果が残っています。決まり手としてのその技の多彩さはないようです。まあ、あのハンの弟子ですから、はい、いろいろできると思うんですけどね。まあそうでしょうね、
今のところその辺には見せてないですね、その2つぐらいですね。何か隠し持ってるかもしれません。ここ一番それが出るのかもしれません。柳さんこれをどう受けますでしょうか。3つ目のラウンドに入っています。また来るよ10時。まあ、相手が違うので一概には比べることができませんけれども、あのトンコフですとかバラビーチェスとは、失礼、カーティス・ブリガム、あるいは、ヘイズマンと戦いましたグロム・コバ、こういったところと比べますとヒョードルのそのスタミナが余計合うというのがよくわかります。そうですね、あまり息切れというのはないですもんね。動きが止まるということもありません。そういうのは全く表情を合わさないですからね、はい、常に攻めています。足取れるかな、サイドから乗っていきます。あの1ラウンドのネチコースが続いてますもん ね、 そうですね。ずっと常にあの柳沢の首のあたりに自分の体重をかけています。足取れるかな柳沢さん。フェイスが取れそうだとフェイスを引っ掛け気味に取っていたり、あるいは首が取れそうだとスリーパーにすかさず入っていきます、はい、でその合間合間にこうパンチを打って、ね、入ってますもんね、はい、休むことはありません。普段かなり3分経過、多くの練習選手今スポーンと入りました。今もらったですね柳沢選手、はい、ボディを打っていたその合間にスポーンと入れたような感じがあります。いつもボディばっかり来るとは限りません。そんな一瞬の隙をついた、首を狩る操作だったんですけれども、これはなんとか逃げています。残りが間もなく90秒、1分半。このまま行くと、ヒョードル判定が、ね、そうですよね、これはね。まだ両者ロストポイントはありません。しかしこの攻めっぷりはやっぱりポイントは与えざるを得ない。ヒョードルが動きまくっています。そんな動きを見せています。ずいぶんと今度は右のパンチを使いました。あと残り1分です。残り時間1分。結局首が開くのこれ待ってるんでしょうね。そうですね。常にこの右あるいは左の肘から先が上と乗せまして柳沢の首を狙っています。そして空いてる方の腕はパンチです。あ、この状態裏に回り込んできます。足いきますね。足が取れたか。足首、足を決めてるようです。柳沢さあチャンスだ、チャンスだ。あと20秒あります。取れたのか、取れてしまいました。あと15秒。いいチャンスだったんですけどね、いつの間にかすり寄ってきて蛇が足首を噛みつくような感じで、3度目だったですね今チャンスとしてはね、はい、足首を取った。時間切れです。タイムアップ、試合終了です。これはヒョードル勝ちましたでしょう。ダウン、エスケープポイントの差がありませんので、これよりジャッジの判定を行います。勝ち残った方がリー・ハスデルと次の対戦、まあ、2回戦というよりもセミファイナルになるんですが、セミファイナルで、リー・ハスデルと対戦することになります。まだ余裕ありそうですよ。そうですね。恐ろしい選手です。さあ判定を待っている柳沢、そしてエメリアエンコ・ヒョードル、中央に呼ばれました。判定の結果を申し上げます。ジャッジ藤原、エメリアエンコ・ヒョードル。藤原さんはヒョードル。ジャッジ和田、エメリアエンコ・ヒョードル。和田さんもヒョードル。ジャッジ前田、エメリアエンコ・ヒョードル。3対0です。よってエメリアエンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。ヒョードルがセミファイナル進出を決めました。次なる相手はリー・ハスデルです。さすが優勝候補ですね。この選手を止めるのはちょっと難しいんじゃないですかね。まだですね、このアブソリュート級全部出てきていません。この後ナメカワと、まだ見ぬ強豪と言われますバラビーチェスがやるんですが、これ全部出揃ったところで占えると思うんですが、はい、かなり2冠が
パーセンテージとして、そうですね、まあ、ジャパンの滑川選手に頑張ってもらいたいですけどね、滑川選手のこの後の頑張りに期待したいと思います。さ あ, あこれが1回戦の第3試合、ヒョードルが圧勝したと言ってもいいでしょう。余裕の表情でドレッシングルームに引き上げていきます。日本の柳沢隆志敗れました。